マサルの勉強部屋セキュリティ編。今日はマルウェアの種類について話していきたいと思います。今回のテーマはマルウェアの種類についてです。まずは概要、そして説明、最後に簡単なテストを用意してますので、最後まで動画をご覧になってください。では始めていきましょう。まずは今日お話しする概要についてお話しします。まずはマルウェアとは何かという話です。そして次にマルウェアの種類、例えばウイルス、ワーム、トロイの木馬、そしてスパイウェア、こういったマルウェアの特徴について簡単に話していこうと思います。そして最後にマルウェアの分類とはというところで、広義の意味でのウイルス、そして狭い意味でのウイルス、こういったマルウェアの分類のところまで今日はお話ししていきたいと思います。では具体的な説明に移っていきます。マルウェアとは何かというと、それは悪意のあるソフトウェアの総称のことをマルウェアと言います。多くは悪意を持った制作者が悪意を持って作って、ユーザーが何かしら困ってしまう、そういった動きをするのがマルウェアです。ではマルウェアとはどのような種類があるのか見ていきましょう。まずはウイルス。ウイルスというのは他のプログラムに寄生して動くといった特徴を持っています。例えば Excel や Word、 このような正常なプログラムに寄生して悪いことを行います。例えばマクロを使って悪いことをするとか、そういったものはウイルスに分類されます。マルウェアの一つとしてウイルスがありますね。次にワーム。ワームというのは単独で自己増殖するといった特徴を持っています。まずは単独なので他のプログラムに寄生する必要はありません。このワーム自体で悪いことをすることができます。そして自己増殖するというところがイメージつきづらいんですけども、これはネットワークを経由して他のコンピュータに感染する、そして増殖していくというところで自己増殖と言っています。なのでワームは単独で自己増殖するといった特徴を持っています。マルウェアの中にはワームといった種類もあります。そしてトロイの木馬。トロイの木馬は正常なプログラムのように偽装しています。正常なプログラムのように偽装しているんですが悪いことをするんですね。特徴としては基本的には自己増殖を行いません。なぜ自己増殖を行わないかというと、正常なプログラムのように偽装する必要があるからですね。もし自己増殖して他のコンピューターに何かしらこうアクションをするような動きがあれば、それは正常な動きのように見えませんよね。疑われてしまうような動きはトロイの木馬は基本的にはしません。じゃあトロイの木馬ってどういった用途で使われるのかというと、攻撃者のバックドアとして利用されることが多いです。バックドアなので裏口という意味ですね。正常に動いているプログラムのように見せかけて脆弱性をついて、例えばユーザーが意図しない方法で侵入してくるような、こういったバックドアとしてトロイの木馬は利用されることが多いです。マルウェアの種類としてトロイの木馬というものがあります。そして最後にスパイウェアですね。スパイウェアは不正侵入して情報を盗み出します。こういったものもマルウェアの種類として挙げられます。では次にマルウェアの分類について話していきます。マルウェアは大きく2つに分類されます。まずは広義の意味でのウイルス。それはウイルス、ワーム、トロイの木馬、こういったものを含めて広義の意味でウイルスと話すことがあります。なのでマルウェアの中には広義の意味でのウイルス、こういったウイルスやトロイの木馬、ワームが含まれます。では狭い意味でウイルスと言われた時に何を指すかというと、これはウイルスのことですね。なので広義の意味でのウイルスの中にいるこの寄生して動くようなウイルス、これを狭い意味で広義の意味でウイルスということもあります。はい、それでは最後に簡単な理解度テストをやっていきますので、一緒に確認していきましょう。マルウェアとは何のことだったでしょうか。マルウェアは悪意のあるソフトウェアの総称です。そして次に競技の意味でのウイルス、これはどんな特徴があったかというと、他のプログラムに寄生して動くといった特徴がありました。
じゃあワームはどんな特徴があったでしょうか。ワームは単独で自己増殖、そして他のコンピューターに感染するような動きを持っています。そして最後にトロイの木馬、これはどのような特徴だったかというと、正常なプログラムに偽装して攻撃者のバックドアとして利用される、このような特徴がありました。皆さん、テストの結果はどうだったでしょうか。それでは今回はマルウェアの種類というところでお話ししてみました。今後もこういったセキュリティ関係の動画を作っていこうと思いますので、セキュリティに興味のある方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。